あれあれ、あ、入った。なんだこれ、ほらね、セル、あ、入った。ずれているんだよね。上陸はしないけど、うん、暴風域の問題、うんうんうん、まあいいや、ここで君と天気図見て喋っても意味がない。やだ、声が入って、うん、東城同士がさ、分かったらやってきて、あれ、やだ、声が入って、うん、東城、はい、はい、東城はせめて洋服のプロとしてファッションを語るのみにした方がいいね。あ、電気が切れちゃった。うん、ついてます。いつもありがとうございます。ありがとうございます。もうけんけんがくがくです。天気図を見ながら、天気図を見ながら。けんけんとがくがくの意味がないのね。生産性がない。そう、全く生産性がございません。うん、そう、生産性より何より、いいじゃない、こうやってなんかいい感じになるとワクワクするじゃん。ですね。うん、明日のね、雨風がどうのこうのって現実問題あるんだけど、これも現実じゃん。はい、ね、そしたら楽しい現実に目を見開きましょう。はいはい、はい、行くぜ。はい、行きますか。はい、はい、じゃあ行きます。うん、なんかめっちゃいい感じじゃない。めっちゃいい感じですね。うん、どうしたみたいな。はい、います。うん、はい、皆様こんばんは。はい、しまくんインスタライブもチャンネルの時間です。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。明日のことでお知らせがありまして、一応お店は開ける予定なんですけれども、うんうん、はい、あまりにも雨風がひどい時は、はい、まあ、お休みをさせていただく可能性もございますので、うん、ちょっとはっきり今申し上げられないんですけど、まあ、開ける予定ではいますけど、家の玄関のドアを開けた時にうわーってで玄関のドアが持っていかれそうな風とか雨だったらお休みさせていただいて、はい、基本まあ、告知、そうですね、うん、インスタとかブログとか、インスタの方とか、はい、はい、告知させていただきます。朝10時前にね、はい、はい、何卒もしよかったらそれでも来ていただければと思います。はい、はい、なのでお店開けます、閉めますを、はい、お知らせしますので、はい、そうですね、の場合は、はい、うん、そちらを見て、はい、してください。コロナにもめげない島君、はい、雨風ぐらいじゃめげません。ただみんなの迷惑考えると、はい、ちょっとね、考えなきゃいけないけど、はい、ありますからね。はい、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、コメント入んないんだよね。こっちは入る？まだまだないですけど、うん、入ってないね。はい、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 いつもありがとうございます。ありがとうございます。動かないんだ。はい、じゃあ行きましょう。はい、今日のライブは、はい、まあ、ちょっと秋物を取り入れつつ、うん、ちょっと感じるかっこいい雰囲気、うんうんうん、やっていきたいなと思います。はい、こんばんは。先ほどはご連絡ありがとうございました。どうぞどうぞ、身の安全を守らせてください。大丈夫です。ありがとうございます。ありがとうございます。送らせていただいたの？日時がちょっと心配な部分があったので、うんうん、ご到着の、あ、そうかそうか、一応可能性がありますけど、あ、そうかそうか、まだ分かりません、うん、みたいな感じでは。明後日だったら平気じゃない？勝手に決めていけない。明日発送の明後日着ができないので。あ、そうか、もう今日発送したの？いや、明日発送だった予定だったんですけど、うんうんうん、ちょっとそれがわからないっていう話で、うん、あ、そうかそうか、はい、うん、また、はい、お知らせします、ね、ありがとうございます、はいはい、ありがとうございます。はい、ですね、うん、なので秋物を取り入れつつ、うん、ちょっといい感じのコーディネートします。うん、なんか顔がいい感じよ今日。なんかテンション上がってる。もしかしてこんな自分いいかもって思ってる？なんかいい感じです。あ、やっぱりそう思ってんのね。はい、なんかいい感じです。うん、いい感じ、見てて、はい、もう切れますしね。うん、昨夜のお品ブラウスですね、クロスカート楽しみにしております。もうバチバチですよ。ありがとうございます、ね、楽しみになさってください、はい、とってもいいので、はい、今日はね、ちょっと先週の前後スリットとタイト系がめっちゃ評判よくって、
ね、注文っていうか発送もいろいろさせていただいたんで、ちょっとそれのね、一つのコーディネート提案プラスコーディネートもさせていただきたいと思いますので、楽しみにしてください。よろしくお願いします。はい。はい、なので、うん、で、で、ライブの最後には、はい、新たに、うん、別にネタじゃないんですけど、ネタにしよう。ネタじゃないんです、はい、ちょっと、プライスダウンさせていただくものが、うんうん、ネタじゃん。なんかやらしいですよね、うん、ライブのたびに。いやいやいや、なんか味しめちゃって。そういうつもりじゃないんですけど、はい、せっかくライブやるからには、うんうん、じゃあこれも、うん、じゃあこれもみたいな感じになってきて、うん、もうずっとそれやっちゃえみたいな。50% オフのものがご紹介させていただきますので、うん、最後までご覧ください、うん、でそれが一番合ってるよ。あ、そっか、うん、最後のこれがそうそう50% オフがあって、うん、そうそう、まあでも可愛い。まあまずは、うん、はい、こちら大人気のフェザーのブラウスです、うんね。でこちらを白のフェザーをあえての白パンツと合わせて、うんうん、まあ、靴とバッグがシルバーな感じにしました、はい、そして首元もジャラしてます。はい、ジャラしてますね、はい、ポイントよ、やっとつけてくれ始めたわね。あとポイントは、これジャラジャラしました。うん、うん、モッチーさんのコーデいいって、なんかいいですよね。なんかいいですよね、うん、やっとジャーってしてくれました。ジャラっとしました。自分から、はい、主体的っていうかね、はい、ジャラっとしました、はい、能動的にっていうかね、はい。このフェザーのブラウスはもう本当に大人気のアイテムでして、うん、もうで特にこのこちらの袖だともう全然今着られますの で、うんうん、今から楽しんでいただきたい感じになります、うんうん、はい。で履いてるデニムは裾が折り返し風のデザインになっている白のデニムになります、うん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 。もうなんかシンプルなコーディネートなのに、うん、なんかすごく垢抜け感あるの、うんうん、これなんでだろうか、うん、みたいな。だからやっぱりこうなんかその毛のふさふさもじゃもじゃ感ってやっぱりこう秋冬を連想させてくれるじゃない、はいはい。で全体のこの白の色はやっぱりこういい意味で綿のデニム、はい、あと全体的にこうアイスグレーとかね、この白がやっぱりこう夏の、はい、うん、ちょっと清涼感っていうか涼しさをイメージしてくれるじゃない、うん、そういう意味でいいコーディネートができてるんだと思います、うん、夏の清涼感と、うん、そう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 、秋を先取り、はい、なんかいいですよね、うん、いい、めっちゃいい感じの、まるでモッコじゃないみたい。本当ですよ、うん、なんかシュッとして、うん、かっこいい感じに仕上がってます、うんうん、ねえ、いよいよ明日の台風来たら人生を洗い流しちゃうかじゃあわけわかんないね。そうそうそう、台風よ、カモンって、雨風よ、うん、私に注ぎお注ぎっ て、そうそうそう、はい、それでもチャコールグレーまでしかならないねはい、はい、まあ、こんな感じですごい可愛い、本当になんかいい感じの、うん、シンプルなのにもめちゃくちゃ、うん、モードしてる、うん、すごくいい感じのコーディネートです、はい、本当にいいと思います。本当にいい。じゃあシャシャってもう色違い着てってみましょうか。それは着なくていいけど、うん、黒は着てみない？パパって、はい。そして驚くことにこれ、あ、まあいいや、この後長袖着るもんね、うん、そちらのフェザーやっぱり購入できて幸せ。買っていただいてるボトムなんかにも全部合いますでしょ、ミヤカリメルさん。これ本当にいいですよね。もう来てくださいね。本当にいいですよね、うん、先日いち早く来てる子、来てる人いましたからね。来てる子全然着れますよね、うん、あいや、黒は黒でかわいい。なんか黒もおしゃれですね、うん、黒はねやっぱり女らしいね、うん、白はなんか涼しげですし、うん、そう、あ、黒もいいですよね、うん、いや黒もいい、黒もいい、かっこいい感じになります、うん、なんかちょっとライブとか行きたくなっちゃいますね、うん、あ、行っといで遠くまで片道切符で
ってこない。そう寂しい、はいはい、全てに合います。近いうちに着用しますね。もう間違いないです。ぜひぜひ 黒もやっぱり良いです、うんうん、これちなみに前後着用可ですので、はい、はい、そうです、はい、そう、うん、しかも上手に買っていただいてる全部ねコーディネートバッチリできる、ね、うん、すごいすごいと思う。うん、じゃあよかっしょね。よかです。はい、よかです。そしてそして長袖もあります、うん、とにかくこの辺入会してすごいね評判良かったので、黒に至っては10枚ってお盆前に連休前に追加してたんですけど、完全に売り切れちゃってますね。この長袖のこっちの方が完売状態です。15号館と1号店からも持ってきて2号店で全部売ってる。いやもう本当大好きで、うんうん、本当におすすめです、はい、で皆さん本当にあの、はい、意外に薄くていいってすごい言われます、うん、そうだよね、その薄さがいいんだよね、うん、はい、うん、それがやっぱりいいの。これが厚かったらもう頑張りすぎて、そうですね、うん、ちょっとあの人ね、もうなんか頑張って買ったから早く着なきゃみたいな感じ、うん、これだとそういう風にもな、うん、うわ、はい、素敵って、はい、そうなんです。そうちょっと長袖を着てみます、はいはい、長袖の黒をねちょっと気になってた方、今の段階で完全に売り切れております。あとメーカーさん 4,5 枚あるっていうことだったので、ホットラインの方には追加入れてるんでどうなるか分かりませんけど、これが一番一気に売れたね。そうですね、本当にすごい勢いだった、びっくり。本当にかわいい、かわいそうに、ね、自由が丘2枚ずつ入れてたのに黒を全部持ってこられちゃった。あ、でも雰囲気がかわいい、これなんかいいですよね、うんうん、かわいい、でも甘くないんですよ、うん、そう、女らしいし、うん、おしゃれなの、洗練されてるの、洗練されてますよね、うん、かわいい。ワイドパンツでご紹介することが多かったので、うんうんうん、こういうスリムのパンツ、はい、履いたの初めてなんですけど、はい、めちゃくちゃいい感じです、いい感じです、うん、マジでいい感じです、はい、こんな感じになります。はい、はい、もう本当にこう着てるだけでめちゃおしゃれです、うんうん、そうね、はい、でなんとなくフレアスカート系の合わせはねあまりおすすめしてないし、あの島区自体がそんなにないんですけど、これでしたら全部のデザインに合いますね、うん、大人何でも合います、はい、丈が短いっていうことはね、はい、ワイド系、フレア系、ギャザー系、うん、全部合いますね、うん、合います、うん、大変おすすめです。はい、いいと思いますね。でもちょっとびっくり、圧倒的だねこの、はい、ではこちらの、うん、お袖が短い方のフェザー、はい、31サイズのみで12,100円でございます、はいはい、値段もねなんかこう手が出しやすいじゃない、うん、そうですね、ちょっとね遊びで着られる感じ、うん、はい、こちら他にピンクベージュがあります、うん、はい、こちら長袖の方が15,180円です、うん、これがピンクベージュ、あ、これがピンクベージュです、はい、はい、でこちらのボトム、うん、はい、これもいいよね、でも本当履きやすいです、はい、ですね、12,980円です、はい、今白 S のみです、はい、はい、12,900円、 M の方まで大丈夫ですね、はい、なんか言わないの、 M の方まで大丈夫ですねちょっと、あ、な、私はどうですかまるで自分は関係ないみたいな顔して、わっつかましいとこも、はい、失礼しました全然ピンとこないからなんかかばしてやんなきゃ、はい、失礼しました、すいません、ね、いやいやいや、とんでもない、 M の方まで行けます、うん、はいこのポーチが、B プライムのポーチが38,000円になります、はいはい、照れるぜでもかわいい、髪の毛にいい感じで合ってるよ、でもって、はい、そうか、はい、照れろ、はい、はい、じゃあ次いきます、はい、ありがとうございます、はい、でもなんかキュートですね、うん、
ただ俺その辺に関しては白から先に動くと絶対思ってたけど断然黒だね。黒ですね。わからないもんですね、そういうところは。ただ最初から黒の方はね多めに取ってたんだけど、そうですね、2、3日で同じ商品同じ色が10枚売れるってあまりないんですよね。そんなに入れることもないですし、マックス、5枚ずつぐらいしか入れないんですけどね。これはもう最初から在庫数ある残ってる在庫数聞いて、それで10枚残ってるんでって言われるうちの5枚いただいて、なのであと5枚黒はメーカーさんには残ってるはずなんですけど、まさかこんなに一気に動くと思いませんでした。次は何じゃろうな。ああいいですね。あ、今画面そう誰も入っておりませんが着替え中です。うん、いやいやこれ綺麗だもん。めっちゃいい感じですよね。いやいい感じですもん。あなたさっき素敵って言ってたじゃん。いや自分がこういう色柄あんまり着たことないんですけど、めっちゃいい感じですよね。いやいい感じよ、だってスペシャルよ。キュートよ。あのこの間のライブで、熊谷さんがご紹介させていただきました、ホッシーの、包帯のブラウスになります、めちゃくちゃ綺麗ですね、これは本当にやっぱり綺麗、あとねホッシーさんやっぱり素材、あそうですね、これもトルク製の生地じゃない、はい、なんかこう温かみがあって、少しこうホットなんだよね、なんていうのかな、栄養系のなんか、あの質感があるっていうか、湿度がある感じ、ペタペタしないのね、はい、しっとりとしてしっとりしてるんですよね、でめちゃくちゃ綺麗、見るからに綺麗だもん、であとここのネックの立ち方がすっごい綺麗で、ハイネック好きの自分としては、とてもいい感じの立ち方、撫で型の私でも綺麗に立つみたいな、まるで自分を褒めてる、撫で型で、なんかいじりたい、なんか今日テンション高いから、はい、それもそのわけだよね、いい感じで今日はライブできるものね、はい、コーディネートがいいので、はい、はい、なのですごくいいね、この雰囲気に、カットオフのデニムを、あえてね合わせております。かっこいいですよ、はい、このちょっとなんかヒッピーじゃないですけど、あの雰囲気が、あのかっこいいかなと思います、と思います。あさらっと着てて本当に綺麗なブラウスですね、ね、宮本さん入っていただいてる、あこんばんは、久しぶりです、ね、よかったらお店の方ね、電話とかください、はい、立ち寄りください、ね、立ち寄ってほしいです、はい、ぜひ近況などお伺いしてください、お聞かせ願いたいですね、でこちらのブラウスなんですけど、これ後ろもまた綺麗でして、ここに鍵ホックがあるんです、でこれを止めることで、あの固定するんです、しかも襟のそのちょっと髪の毛上げてみて、ここのラインも綺麗に作ってあるんですよね。美しいですよね。いや本当美しい。あらまるで女性みたいよ。本当ですよね。なんていうかこのね、本当淑女が着るブラウスって感じのこの雰囲気。ハウメニーいい顔ですね。ハウメニーいい顔ですね。はい。もうめちゃくちゃ素敵なブラウスです。ね。本当にさらっと着てるだけで綺麗だし。エスニックじゃないんだよねやっぱりね。そうですね。エスニックではないですね。もう本当コレクション。はい。
地味なの感じなのに華やかな感じなのに、うん、これがモードの世界観ですね。本当ですよね、うん、なんかいい色柄ですね。いや本当に本当に形もいいし、さすがっていう感じです、うんうん、他のねプリントが浮いちゃうもんね、これが入ると。あ、そうですよね、やっぱりなんか、うん、違うの、あ、奥行きもあるような、そんな感じの、うん、おしゃれですねって、本当におしゃれ、おしゃれですよね、うん、このぐらいカジュアルダウンしてデニムとかでね、はい、こうやって着るとより生きるよね、うんうんうん、エレガントに綺麗に着るんだったらもうそのまんま普通なんだけど映える、はい、余計全体のね、うん、雰囲気がめちゃくちゃ素敵です。であの吸湿性のある素材感なので、うん、暑い中で着てもずっとサラッと感を保ちます、うんうんうん、ので結構あの年間通して着れる時期長いと思います、うんうん、ね、おしゃれな色使い、基本的に花柄とかそういうのは私個人の意見で言うと好きじゃないんですけどね、うん、こういうのは花柄うんぬんくんぬんじゃなくて、まあ、オマージュしてるとかそういうことでもなくて、うん、もう本当に色ののっけ方だけ、うんうんうん、こう描き殴ったような感じのベースのね色の作り方とか、やっぱり絵の 絵だよね、うん、本当ですよね、はい、上級な着こなしですね、おしゃれなお色使い、カット筆です、うん、かっこいい、カット筆、はい、ぜひ、はい、ですね、はい、はい、こちらのボッシーのブラウスが35,750円でございます、うんうん、はい、35,750円、はい、でカットオフのデニムが14,960円です、はい、14,960円、はい、はい、じゃあ次いきます、はい、行きましょう、ね、なんかスペシャルかっこいいよねそれね、スペシャルかっこいいです、こちらの今のコーディネートは2号店のウィンドウのディスプレイにこの後着せ替えようかと先ほど話してたところです。やっぱりデニムは相変わらずイスコデニムに限らずですけれども、この時期のスーパー必需品、一番気持ちがシーズンを切り替えやすいのかな、気分が切り替わるのかなって思うぐらい、やっぱりデニムは皆さん何かお買い求めになることが多いですね。特にこれから今モッチさん着替えてるウエストリブのワイド、すごいすごいです。大概初めてお見えになる方はこのワイドのウエストリブのイスコデニム、こっからスタートしていただきますね。自分から手に取られる稀有なパターンです。順番間違ってないよね。間違ってないです。はい。まあお店的には説明いらず履いてもらうだけで決まるというありがたいデニムです。着心地がいいんだよね。そしてだね、あ、やっぱり素敵、今日なんかキレッキレだね、はい、おじゃねえわはい、こちらが、はい、こちらローブさんの、うん、はい、綺麗ね、はい、このスモックのねブラウス、はい、いやいいねこれ、スモックでシャーリングの効いたブラウス、はい、はい、このちょっとフォークロア調な雰囲気がまたデニムとめちゃくちゃ合いますよね、うんうん、いやいやフォークロアじゃないです、もう、うん、かわいいデザインがかわいい、そういう、うんうん、そういう表現はしてほしくない、めちゃめちゃかわいい、うん、もう、うん、単純にね、そう新鮮なデザイン、めっちゃ綺麗、めっちゃ綺麗ですねこれね、うん、本当にかわいい、うんうん、モッチーさん映えるよ、
映えます、うん、形がめちゃくちゃ可愛い、はい、これはいろんな感じに、このブラウス気になります、なってくださ いルミナスさん、これはちょっとねすごいです、これいろんなボトムのトップスに使えますし、うん、雰囲気作りますよね、はい、シフォンジョーゼットでね、うん、このある種の透明感と透けきらない透明感と、素材のねこのジョーゼットの細い番手のジョーゼットなんで、うんうん、しなやかなシルエットになってます。私も気になってます、普段選ばないけど、これはね、うん、ひとみさんにもおすすめしたい、はい、お胸のある方一切こうバストを気にせずに綺麗におしゃれに、うん、女らしく可愛く優しく見せてくれます。完璧じゃないですか。いや完璧、しかもリーズナブルじゃない、ね、めっちゃ綺麗で、これお袖上げるとこうなるんですね、はいはい、うん、あ上げないでいい、上げないのかな、うんうん、その方がいい、その方がいい、可愛い、うん、すごい雰囲気ありますよね。いやいやめちゃいいですよ、ね、めちゃいいですよ、ガンガン洗えるの、洗えるの、使えるし洗える、これ良いじゃん、はい、これで革の合皮のタイトとかで合わせると、合わせすぎなぐらいだけど、このデザインだったらかしこまらない、うん、そうそう、ちょっと当ててみて、そうですそうですね、これでこうやって当てちゃうと、はい、ハリウッドの世界ですね、女優さんが着てるような感じになりますね、ちょっとしたあの撮影会とかね、うん、軽い撮影会とかインタビューとかね、うん、綺麗でいて可愛らしい素敵なブラウス、このブラウス、ね、うん、おしゃれ、おしゃれよ、おしゃれ言ってるじゃん、すごいおしゃれ、うん、かわいい、はい、今日こちらもディスプレイガツンと残していきます、うん、スモークの感じと、あと仕立てはもう完璧に綺麗じゃない、素材もいいし、このスモークのねシャーリングの取り方がもう非常に綺麗です、綺麗ですよね、はい、本当に、でしかもめちゃくちゃ着やすい、はいはい、しかも生地がかぶりだよね、かぶりでスポッと着るんですよ、ね、うん、スーパーフリーなのにすっきりと腕のところとかね、はい、袖口首のところでシャーリングかかってるので、うん、要所要所にはあのメリハリをつけてます、なのでゆるずるって感じではないんですね、うんうん、女性の持ってる優しい可愛らしさが生きるデザインだと思います、うんうん、女性の方全般にこれは似合うブラウスだと思う、女性の方全般って変だけど、甘い感じにならないので、うん、甘々な感じにはならないので、うん、しかもおしゃれよ、おしゃれですよね、うん、もう見てください、理屈抜きで見て、あのね、うん、コメントください、うん、綺麗でしょ、おしゃれでしょ、このなんか落ち感といい、うん、ブラウジングしたこの感じといい、うん、全てがなんかこう収まる、うん、いい感じに、うん、ファッション用語なんて全く必要ないと思います、素敵にはね、単純に見てうわ素敵って思った感捉え方していただいたらそれが全て、うん、これはその一言素敵っていう言葉に完璧に当てはまるブラウスだと思います、うん、そしてこちらの薄さがすっごく良くて、はい、うん、本当に着やすくて、はい、もうサラッサラ、はい、あの暑くないので、はい、もう全然早くから着られます、あら綺麗、おしゃれ、素敵ですよね、うん、いやいや本当に本当に、ちなみに今着てるお色が焦げ茶になります、うん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 、このオフベージュみたいな色もすっごい、あの、うん、デザインがよく見えて、うん、めちゃくちゃおしゃれなお色です、これで面とかでさ、ここのカラーステッチね、ダブルで入れたりしてやっていけば、さっき言ったようなフォークロアみたいな感じなんです。ああ、そっか、面ってね、うん。そうです、そうです。あの、色糸使ってね、うん、このスモックのとこ、シャーリングのところ、そうそうそう、はい、うん。うん、これはもう全然、コレクション、モードと捉えてください。うん、あえて、はい、使わせません。使っちゃダメです、みたいな。はい、色もいいね、あとブルー、うん、このブルーも綺麗、うん、はい、と黒、うん、黒は絶品綺麗全部綺麗よ、これ腕が長く見えてかっこいいですね、うん、あとこの水玉もよかよ、この水玉もいいですよね、うんうん、水玉も、うん、ああいいね、おしゃれ、デザインが合ってます、うんうん、キュートになる、うん、ちょっとやんちゃな感じ、かわいい、うん、またこの不規則な水玉がいいですね、うん、そうですね、すごく
ね、今着てるこの色さ、うん、宝物のようにいいね。焦げ茶綺麗ですね、うん、なんかブラックチョコみたいなさね、明治のそうなんか、はい、濃いのよ、うん、茶色が濃いんだけど、いや綺麗な、すごいいい色です、とてもいい色です、この感じで、いやちょっと、ね、いいですね、いいね。今断然フェザーのあの辺がダントツ人気なんだけど、ほらこうやってまたブラウスとかちゃんと見るとうわーって思うでしょ、うん、いいですね、うん、いいですよね。そう、それぞれのうわーが違う。いつも言うように金はかかるけど、うわーはできるだけ身につけてほしい、多い方がいい、はい、はい、です。いやすごい素敵です、このブラウス、はい、本当におすすめです。お値段いきます、はい、そうかな、見せたまま、いやいいよね。お値段がポリエステル100で、うん、ワンサイズのみです、うん、17,380円です、はい、それでそのベージュでちょっともう一回見あのシャーリングの状態見てもらってください。分かりやすいのでこの色、ね、シャーリングがすっごい細かく、はいはいね、細かくこうシャーリングが入ってて、段差幅を変えてシャーリング入れてますね。であと袖と袖口とここの腕のところ、うん、このシャーリングが効いてます。本当になんかこう、うん、体がシュッて見えますよね、うん、で履いてるデニムはウエストリブの、うん、カーゴタイプの、はい、これは新作ですね、うん、今までは肩カーゴだったんですけどね、大人気、うん、それに引き続いてのダブルカーゴいいね、いやかっこいいじゃない、進化してます、ね、うん、進化してます、はい、こんな感じで、はい、こちらのカーゴが26,800円になります、はい、26,800円、はい、うん、よかね、おしゃれです、はい、はい、いいと思います。じゃあ次いきます、はい、次まだあったっけ、あります、はい、うん、あーそうかそうか、前後スリットの応用系ね、はい、ちょっとあの前後スリットあまりにも評判良くて、今追加でまた同じ生地が 20m 残してたんですけど、もう他に行っちゃったみたいで、今同じような生地を探してもらってるところですけれども、とにかく見てください、こういうちょっとドラマチックな合わせ方もいいんじゃないでしょうかという提案です。普通に何でもいいんですけどね、基本このスカートそのものがシンプルですけど、かなりエッジが効いてるっていうか、メリハリがあって誰が見てもうわーかっこいいっていうスカートなんで、トップス合わせはシンプルシンプルシンプルで絶対いいと思うんですけども、あえてトップスをちょっととデザイン性に富んだカットソー&朝オーガンジーのメイメイ J にしてみました。結構っていうかかなりドラマチックですよ。もう普通に着てほしいんですけども、何かお呼ばれとかいうところに、お呼ばれじゃないな、ちょっと気分を一新して少し気合を入れてお茶とか食事とかそんな場面にこんな格好してってほしいかなって、妄想コーディネートですね。しかもメイメイで4割引きに今回しておりますので、普通に手が届く値段になっておりますから、ぜひ目を凝らしてみてください。一番問題なのは肝心のモッチーさんに似合うかどうかだけ似合うよね絶対、君きっとプレッシャーが、うん、あとベルトもしてちょうだいませ。綺麗、はい、だね、多いですね、うん、おいいね、少々お待ちください。
ですか。おお、 OK です、 OK です。あなた、メガネを持ってないの？まあいいか、はいはい、はい。あ、バッグは？バッグ、うん、それかい。まあいいや、はいはい。うん、あら、可愛くないでしょうか。かっこいいよね。ファッションさんコーディネートの前後スリットスカートとメイメイ J です、はい、で前後スリットはボルドーで着まして、はいはい、メイメイ J はこの例のお袖ポワンの感じなんですけど、はい、うん、またこのマレーラのネックレス、はいはい、これがまためちゃくちゃ効いていると思います、うん、ね、はい、めちゃめちゃかっこいいです、はい、スカートはね、40までありますはい、はい、今何がどこにどうあるのかがちょっとよく分かってないんですけど、もともとは36、38、40あります、はい、あるある、うん、こんな感じでめっちゃおしゃれではないでしょうか、はい、メイメイ J のブラウスがまたすごい生かされたかっこいいコーディネートになります、ね、うんうん、さすがパッションさんっていう感じのどうしたコーディネートです。人にやらして楽しただけじゃん。こんな感じで、はい、ちょっとタグがいろいろ出てますけど、あ、ブーツがよ、あ、もうブーツの方が良かったんですけど、あえて、はい、はい、ショートブーツが良かったんです。ちょっと厚底にしちゃって、はいはい、そうそう。すいません。ああ、もうみゆきさんおっしゃる、はい、あのショートブーツが王道でショートブーツだったんですけど、はい、あえてこちらを履きましたという、はい、ちょっと厚底を求めました、はい、すいません。それはもうまさしくです。はい、はい、こんな感じで、めちゃ、うん、もうちょっとこうあのスポーティーさと、うん、このエレガントさ、モード感、はい、いろいろが兼ね備えたコーディネートになっております、はい、うんうん、そうですね、もうまさに鋭いショートブーツでこれは完璧なんですね、はい、あえてこれは外しました。外したっていうかショートブーツじゃなくてこっちにしました。ちょっと私のせいなので、ちょっと厚底な方があと軽快にしたかったね、っていうのがありまして、うん、はい、洒落てますよね、はい、また本当このネックレスが効いてるよね、かっこいいです、はい、効いてますよね、はい、了解です、ありがとうございます。もうまさしく、私もうちょっと背高ければいいんですか、はい、いやいや、そういう問題じゃない、少し軽くしたかった、すいません、はい、はい、こんな感じになります、うん、まあ、ちょっといい感じなんじゃないかと思います、うんうん、ね、このメイメイ J のトップスが特にね、はい、すっごい大げさな感じがするんですが、カットソーベースに、うん、あの朝のオーガンジー乗っけてるんで、うん、実際もっとあの画面以上に普段使いできる1枚なので、うんうん、あえてそれで合わせてみたんですね。 T シャツの延長上になります、うん、でスカートもあのカットソー素材なので、すごく合わせが合います、はいはい、ね、かっこいいよね。でこの前後スリットは再三、うん、あの申し上げておりますが、うん、あの本当にこの意外とスリットが、はいはい、あの露出がないという、うん、そうそう、あの魔法のスカートになります。もともとだったレースアップのショートブーツの黒ってあるの？あ、はい、うん、これはさっきちょっと履いてみて、さっきほら話してたまんまじゃ、はい、ご指摘がね、単にあのこの前後スリットのスカートの持つ良さって、上はもう
ぴっちりしたような感じのリブニットとか、あのノースリーブぐらいのね、今でしたら上をできるだけフィットがより大きく、はい、これで完璧です。秋ですね、はい、この感じが最初のイメージで、これをわざわざさっきの靴に変えましたっていうだけです。はい、この感じがスーパーグッドだと思います。秋ですね、うん、完璧。そしたらバッグもちょっと変えたいね。うん、そっち系の、あ、うん、それでいい、それでいい。うん、かっこいいじゃない。こうなるとなんかちょっとした席にお呼ばれされた場面もいけそうだよね。そうですね、うん、あえて、うん、あえて普段着なんだけど、はい、ちょっとおしゃれな、うん、何物って感じがするね。本当ですよね、うん、ただ物です、うん、すごい、はい、でもなんかちょっとね、お友達とご飯食べ行く時にもこのぐらい着てみるとちょっと意外に気分が爆上がりする、うん、爆上がりするよ、するよ、はい、します。で、わ、何それって言うと、あ、 T シャツっていう、ね、え、何でもない、ただの T シャツ用、はい、軽く私洗濯機で洗ってるこれとかね、はい、え、嘘、なんでって、ほら見て見て、 T シャツでしょってなんか腹立つね。なんか腹立ちますね、うんうんうん、自分で言ってても腹立つ、はい、はい、まあでもそんな感じかな、はい、うん、まあいろいろイメージを楽しみながら、一つの、はい、あのアイテムでいろんな広がりを持つっていうのは、やっぱりその服の持つ良さだと思います。いろんな場面にそれ一つ一つが対応できる、やっぱり素材感とかいうのは、あの絶対必要ってことですね。ブラウスの後ろも見せてください、はい、すごい出てますけど、はい、はい、あ、メイメイジェイ、はい、はい、ここ、あ、ちょっとごめんなさいね、はい、うん、これでね、ここのところ、背中、こ、ちょっとごめんなさい、はい、ここ、あれ、俺が邪魔になっちゃったな、あ、見えた、うん、そうそう、もうちょっと後ろに下がってみて、うん、あ、動いた動いた、ずいぶんタイムラグあるね、はい、もう今度は前に行ってください、うん、はい、そこでストップ。ちょっとよれてるけど、前に、すいません、よれちゃった、うん、大丈夫です、はい、こんな感じです。綺麗でしょ。そうですね、あのこのスカートに限らず、まあ、タイト系が特に今回すごく火吹いてるもんね。急遽またあの追加で作る手配しているんですけれども、やっぱりタイトで全体のコーディネートを作っていくっていうのもまたあの楽しいし、うん、なかなかされてますねって、うん、ほんとされてますよこれ。袖口どうなってたっけ、それ絞れるようになってなかったっけ、これね、絞るって感じじゃないんだよ、うん、こういうデザインそうか、割れた感じで、うん、で、内側がちょっと短くなってます、はい、うん、すごいですよね、このふんわりが絶対損なわれないですね、はいはい、これがね、朝が入ってたと思います。朝とナイロンかなんかのオーガンジーですね、はい、綺麗だよね、いいですよね、うん、そう、うん、何気にただの T シャツ、はい、はい、あくまで T シャツ、はい、あくまで T シャツなんですね。まあそんな感じで、はい、要するにいろんなこうコーディネートが楽しめるって、うん、あのカジュアルからもその一つのアイテムとってもね、この前後スリットのスカートだけど、ちょっとしたあのフォーマルっていうまでいかないけどね、うん、合わせによってフォーマルにも変化できるので、うん、はい。ネックレスを長い部分を背中に持っていきますかって、ぐるり回してみてってこと。ぐるり回せるんじゃない、それ回せるんですけど、うん、あ、そうか、その輪っかがついちゃうのか、こういう、うんうん、ここはまあちょっと金具出ますけど、うんうん、こういう感じになります、うん、それはそれで綺麗だね、うん、はい。あとニットの時期、タートルのニットなんかにはこの感じやって、タートルの襟で少し
そこの前のつなぎの部分かぶせられるんじゃない、うんうん、後ろ表情見せるとかいうのも楽しいかもね。そうですね、うん、こんな感じになる、うん、いいな、素敵ですよね、うんうん、すごくいい、大好きなのこれ、ね、かっこいいですよね、はい、この感じでもかっこいいじゃん、でもチョーカーみたいな、うん、そうそうそう、うん、感じになります、うん、ベリーベリーグッドだよね、グッドです、いやかっこいいじゃない、ちょっと完璧すぎる、いやかっこいいですね、うん、はい、ちょっとなんか上がります、上がるよね、絶対上がるよね、これすっごい上がります、なんかこうコーディネートも洋服も完璧って感じで、うんうん、めっちゃ上がります、ねえ、はい、ね、後ろにするのもとっても素敵ですねって、うん、そこまで考えてなかったけど綺麗、しかもこれ割とお手頃なんだよね、お手頃なのかお手頃じゃないのかわかんないけど、うん、こういう感じにしては、うん、ない、あの、ないですね、うん、手が出ますね、うん、いや綺麗になります、そう、結構俺使いたがってるよこれこれいいですよね、うんうん、唯一無二、そう、はい、2本しかありません、はい、はい、じゃあお値段いきます、うんうん、素敵、あとこのトップスはさっきのデニムなんかに合わせても完璧かっこいいのよね、うん、ちょっとこの前後スリットのねスカートの応用編でちょっと綺麗カジュアルにしてるけど、ちょっとデニム合わせてみて、さっきのでもいいし、うん、うん、うんうん、うん、もう普通にこのトップスはトップスでこういうね思いっきりのカジュアルなデニムに合わせてもさらに生き生きとしますね、だから両方カジュアルエレガントどっちにでもこう応用できるってやっぱりいい服なんだよね、それは全てひっくるめてですね、うん、かっこいいですよね、そう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 、やっぱり安く見えないっていう、うわーおしゃれって見えるのね、おしゃれって感じですもんね、うん、おしゃれな値段だけどでもかなりリーズナブルに、そうそう 40% オフですからね、気持ちがめっちゃ上がります、うんうん、ですね、綺麗よね、で何よりも憎いのはちょっと腹立つけどね、うん、T シャツそう、カットオフとも相性いいですよ、本当ですね、もうめっちゃいいですよ、はい、はい、そう思います、うん、はい、ではこのメイメイ J のトップス、はい、こちらが42,900円が、はい、ガだよね、はい、25,740円です、ありゃー、マッケンの秋の半袖の T シャツより安くなっちゃった、あ確かに、うん、そういう問題じゃないかいや本当にかっこいいです、うんうん、これはでもなんか俺がでも誰が言ってもそういうのはさ腹立つけどね、 T シャツよT シャツ聞く方はイラってくるけどねでもなんかそれ冗談で聞いてくれる人にはそう言ってほしいね、そうですね、うん、ファッション談義ができる、そう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 、はい、でこちらの前後スリットのスカートが29,000円です、はい、ね、めいめいさんやっぱりすごいですよね、そしてこちらの、うん、マレーラのネックレス、こちらが28,600円です、うん、はい、ね、本当に何でもないのにねブラウスと T シャツを兼用してるものね、うん、でしかもある種ドレスをパジャマよってそうかもうなんか、うん、あ、そっかって思っちゃう、みゆきさんが言ったらそっかって思っちゃう、うん、思っちゃうよしかもマジでマジで、うん、そっか本当に、うん、あ、でもめっちゃ素敵、はい、うん、こんな感じになります、うん、ね、被らないからいいとか言うんじゃないね、アートとしてファッションアートとして素敵、うん、とてもおすすめのこのバッグ、はいはい、こちらが
39,600円です、はい、超おすすめです、はい、斜め掛けもできるし、はい、あのこう持てるし、うん、クラッチにもなります。これ私も一つパッションさんのご愛用でございます、はいはい、ご愛用しております。すごいちゃんとこう分かれてて、ね、めちゃくちゃいいんですよ、うん、革もいいですし、いい本当に扱いやすくて、うん、もうどんなスタイルにもかっこよく決まります。肩掛けしてて気分上がるもん。あ、そうですよね、うん、俺結構イケてる。はい、大変おすすめです。はい、はい、じゃあ、ね、うん、うん、秋と夏の、はい、うん、秋物のご提案はここまでで、うん、はい、最後にちょっと、はい、スーパー 50% でね、うん、さあ躍動の時間だね君の。こっからがアキンドモッチータイマーです。アーティストパッションの時間は終わって、アキンドモッコチャンネルモッコ時間です。このめいめいのね、今のトップスなんかコレクションですよ皆さん。そう、いや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 、もう本当にアートだよ本当に。美術館に飾れる一枚、うん、楽しみってヨッピさん楽しみって。さあ、アキンドモッチャンタイムです。水を得た魚のように生き生きと、さらに生き生きと話しすると思います。ところで明日の天気で、あの荷物届くんだろうか。うん、マリエラでイブルース、うん、そっか、雨だから運送屋さん休むってことないか。うん、さて何を、何やら、あ、それかわいい、それもラスイチじゃない？これですよね、うん、はい、あるね、うちのお店って。特に2号店え、そんな欲動しくもさ、すべて入れたがる、置きたがるじゃん。そんなことないですよ。たまに忘れてて出す予定ですと言って逆切れするけど、はい、ほら、はい、あら、はい、一番かわいい、今日は一番合ってるよ今日の中で、うん、今日の中でダントツよ。やっぱ違う、爆上がりとか言ってたのに、そう、うん、見てる方が爆上がり、こっちは。はい、あなたやっぱり生きる道はこの部分ね、はいはい、はい、ですね、いよいよセール最終になりまして、はい、このヒッコリストライプのパンツが、はいはい、もうあと残りわずかなんですけど、はい、50% オフにさせていただきます、はい、うん、ね、うん、皆さんよくこれ売れましたので、うん、ほとんどの方が普通に買っていただいてると思います。あ、千葉方面以外は流通大丈夫だと思いますよ。あ、よかったです、よかったです、ね、はい、うん、はいはい、なので、うん、迷われてた方、うん、今大チャンスでございます、ね、ほんと涼しくて、うん、履きやすいパンツなので、うん、本当にこの夏、うん、大活躍していただけるものです、うんうん、いいじゃない。で、上に着てるブラウスは、はい、こちらこの1点のみなんですけど、シルク綿です。贅沢な、はい、綺麗な、見るからに綺麗、
見るからに綺麗な、うん、あのうっすら透け感のあるブラウスでして、しここもロールアップができたり、はいはい、これはあの羽織になるので、うんうん、あの前開けて羽織として使っていただいてももちろん大丈夫です、うんうん、はい、あらこんな感じのものになります。うん、やっぱちょっと一味違うわね、このコーナーになるとはい、うん、もうさりげないんですけど、うん、とにかくこの夏の涼しいおしゃれが、うん、あの叶いますので、叶っちゃうね、叶います。うん、てかんてかんよはい、すごいおすすめです、はい、まずお値段いきます。好物の時間だね、うん、50% オフだね、いっちゃうのね。はい、じゃあパンツが、はい、ん？ん？ん？色違いそこら辺かけてんだ、そっちで見ればいいじゃん。パンツがまずこちら 18,480 円が 9,240 円になります、はい、でこちらのシルク面のこのブラウスジャケット、はいはい、これはラスト1枚、ブラウスジャケットです。はい、24,200 円が 12,100 円でございます。早いもの勝ち、すっごいおすすめです、はい、本当に、はい、すごいですね、かわいいし、はい、使えるし羽織としてもいいし、はい、涼しいね、です、うん、ね、なんかみんな着てるんだったら前ボタン外してみてください。これワンピースなんかの上に羽織っても何でも大丈夫だね。そうですね、はい、で、あの本当サイズ感も問わず、うん、フリーサイズになります、うん、こんな感じで、こんな感じですかね、うん、こんな感じになります。あ、いいじゃない、いいじゃない、はい、個人的にはこの感じがいいな、うん、かっこいい、かっこいい、うん、あ、いい、お、生かしてるみたいな、生かしてます、うん、今時こういう言葉遣いないみたいですけど、生かしてる、生かれてる、ダメじゃん、あ、そうか、すごい生かれてるよダメじゃん、あ、そうかこんな感じになります、うん、すごいこれはもうさりげなく使えてとてもおすすめです。うんうん、で素敵素敵、すごい素敵。じゃあ次にいきます、うん、はい、お色違いも、お色違いになるんですけどね。あ、そうですね、はい、はい、いやいいね、いいですね、うん、今日は情けないほどスペシャルっていうのはあった？うん、50% オフで。今履いてるそのパンツがどっちかっていうとそのパターンか。そうですね。今日ご紹介の 50% オフは全部スペシャルですね。ねえ、とってもよく売れた商品ですもんね。少々お待ちください。ただいま着替え中です。いつもありがとうございます。少々お待ちください。今着替え中です。明日島区に行ったら台風割引ありますかって。あるある、あの望月とパッション漏れなくサービスでつけますっていらないって言われる、いらないかいつもじゃんみたいな、はいはい、あるなら嵐でも行きますだってよくさんわーいすごいね、漏れなくこの面々じゃ絶対来ないですよね、うん、そうだねはい、こちらあのさっきのパンツ、うん、グレーに白のストライプは、うん、38サイズなんです、うんうん、で
昨日言ってた一連ですね、あのシャツの、はい、もうなんか残念ながらってそうなんです、はい、で綺麗なのよね、このシリーズ。そう、うん、でこのベージュに白のストライプは40サイズ、うん、ちょっとサイズがもう欠けてきてますので、うん、もしご要望があれば、うん、あのお問い合わせをください、うんうん、ホームページにはあの3点掲載があるんですけど、うんうんうん、もし他のサイズでってことであれば一度お問い合わせください、うん、で、こちらのシースルーのブラウス、うん、あ、じゃない、ジャケット、はい、こちらも 50% オフになります、うんうん、これも白のみか、白のみです、うん、のみですね、はい、ロング丈で、うん、このちょっと切りっぱなところがかっこいいのと、ね、これもそうそう切りっぱです、見てください、はい、この切りっぱが繊細に見えます、はい、いいですよね、うん、この感じ、はい、で、ボタンがダブルになっていまして、うんうん、ちゃんとね、うん、形になってるんですね、かっこいい、うん、この着流してるだけでかっこいい、はい、このジャケット、はい、こちらも 50% オフです、うん、こういうんだとヒラヒラしててどうしてもこうきちっとジャケットの手をなさないんですけどね、はい、真珠も綺麗に入ってますし貼ってますので、ジャケットの形手をしっかり作ってて切りっぱの作りっていうのが、うん、おしゃれかなと思って、結構ちゃんとしてますよね、はい、ちゃんとしたジャケットな、うん、してなきゃ意味がないよね、形になってますちゃんと、はいはい、になります、はい、でこちらが、ちなみに小物のベルトがあるので、うん、ウエストで縛ることができます、うん、でこちらのジャケットが29,700円が14,850円でございます、はい、とてもおすすめです、はい、すごい形もいいし、はい、着心地もいいので、はい、でこちら先ほども申し上げましたが、うん、9,240円です、はい、じゃあ次最後いきます、はい、でもヨッピさんかわいいよね、かわいい、ヨッピさんなんかあの雨風吹いてるともう絶対外へ出なさそうなイメージじゃない、ちゃんとしてますね、うん、はい、最後の着替えに入っております、昨日あれ、あ、その感じもいいね、はい、お、なんかいいじゃない、これが一番君には合ってんの、あ、本当ですか、うん、はい、こちらのジャケットも半額になります、うんうん、はい、ね、明日サンキさん入るといいですよね、入るようだったらね本当に見てほしいぐらいだよねでもとにかく分かんないので、うん、台風が自分たちも来られるか分からないので、うんうん、君は来れるよなんかあんまり本当にね、はい、ちょっとあんまりはっきりしたことはちょっと言えない、うん、ね、うん、昨日あの自由が丘ライブで、うん、これの黒を琴木くんやってたのよ、黒、まあ、うん、黒があるんですか、あったのよ、あんた見てないの昨日ちょっと見れなかったんですよ、なんかいつもそういうこと言ってんじゃん、いつも見てます、はい、黒、黒なんてレアなことで、はあ、昨日は50%、50%で紹介したの、あと黄色がありますよ目白にっつって、はあはあ、で黄色がこれ、
なんと黒なんかねあっちゃいけないよね他の色が出たんですね。そう、はい、はい、じゃあこちらの黄色と、はい、もし今もあれば黒が、うん、50% オフ、うん、今日の段階ではある、ある、うん、になります。はい、ただ黒はあの画面で非常に分かりにくかったの、うん、幸いにもこの黄色は非常に分かりやすいのでちょっとアップしてもらっていいでしょうか。はい、ちなみに履いてるパンツが先ほどからのヒッコリーストライプのパンツのネイビーの38サイズになります。はい、うんうん、なんかかっこいいね。なんかいい、ちょっとストリートな感じ、うんうん、あ、まるで動ける女みたいな。どうかはいだからロサンゼルス廃止になっちゃったんだよ。スケートボード、うん、うん、ブレイキング。そう、あ、今はスケボーだったの。ブレイキングじゃなくて、あ、はい、失礼しました。はい、ちょっと気持ち落ちないでください、はい、スケボーだったんですよ今、はい、ですね、折り柄でストライプになっている、はい、生地でして、うん、とてもこの透明感、うん、あの涼やかな雰囲気がおしゃれな、ね、いい、イエローが鮮やかで綺麗ですね。お似合いです。ありがとうございます。スイーティースイートさん、かわいい、うん、ありがとうございます。この色が発色がすっごくいいんですよね、うん、はい、まあ、本当に綺麗な黄色です。朝とテンセルナイロン素材、はい、でちょっとひっくり返してもらっていいですか。綺麗なのよ、見てください。作りがやっぱり綺麗、うん、特にこういう薄い素材とかね、特にコートなんかはそうなんですけど、薄い素材はね本当に良し悪しが歴然とします、うんうん、作りのね雑さとちゃんとさがすごい綺麗ですよね、はい、この裾もちゃんとパイピング貼ってますし、はいはいはい、本当にきちんとしてます。貼ってあってもこれが汚いと見苦しい、うん、パイピングしてても要するにこうちょっとしたちゃんと感を見せるためにわざわざやってるパイピングってひどいの、お粗末。そうすると逆に安っぽさを増大させちゃう、うん、やっぱりきれいにきちっとやって、それはもう基本的に必要不可欠なことっていう感じで作られてるものってやっぱり違うよってこと。はい、やめときます。はい、はい、そんな感じでお目が飽きててどうするみたいな。え、そんなことないです。はい、はい、です、はい、でそこも引っ張ってみて、襟、その引っ張るってこの伸ばす伸ばす、はい、そうそうやっと分かってくれたわね。うん、そういうことです、そういうことです。ね、綺麗ね、うん、でこうなります。はいはい、もう元気バリバリ、ビタミンレモンいただき、はい綺麗ね、すっごい綺麗、うんうん、この素材感がとにかく綺麗で、うん、軽くて、うん、あのとってもあの羽織りやすい、うん、夏の羽織りです、ね、それアサビスリネンテンセルナイロン、そうだよね、はい、ほとんどあの手で揉んでみてシワにならないんです。それでもならないですね、はい、やっぱナイロンも入ってますし、うん、朝ベースなのにこのふんわり感が、はい、あの損なわれないです、はい、うん、安心してちょっとしたあのバッグに突っ込んでもらってもいいぐらい。あ、そうですね、うん、はい、でこちらが、うん、軽さゆえの安っぽさが全くなくて、軽さ薄さゆえの高級感にあふれてます。こちらが 27,500円が 13,750円になります。はい、こちらはこの黄色とあと自由が丘店に黒があります。はい、黒はぜひ、はい、LINE でお問い合わせください、はい、とてもいいラインナップで 50% オフでございます。はい、はい、じゃあ、ね、うん、生き生きネタはその辺でよろしいですか。はい、はい、じゃあ今日はそんなところ、はい、はい、そんな感じになります、はい、じゃあ今日もご覧いただきましてありがとうございます、はい、した、はい、で明日のことはあのまたあの LINE、 あ、インスタやインスタ、ね、ブログなどでご案内させていただきたいと思います、はい、はい、皆様もどうぞお気をつけください、はい、来なきゃいいね台風来なきゃいいですよね、うんうん、本当に来るのは来るんだけど脇をこうスーッとね、はい、
あーって進路が変わってって本当こう、うん、よかったですって明日朝からカラッカラ天気だったりしたら嬉しいね。嬉しいです。はいはい、なので次は、うん、土曜日の8時半からのライブになります、はい、どうぞよろしくお願いします。土曜日はふんだんに今回はコレクション系でライブやりましょうか。はいね、はい、マレーラ・イブルース、マーク・ケイン中心のインポートブランドのコレクションライブにしたいと思います。はい、はい、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ今日もご覧いただきましてありがとうございました。はい、ありがとうございます。じゃあ行きます、はい、This is the fashion。 ファッション、ありがとうございました。ありがとうございました。ね、明日サンキさん入るといいね。ねえ、うん、では失礼いたします。はい。